今日の企画はくまモンドラマへの道パート3。イエーイ。ということで、くまモンちょっとドラムに慣れたんじゃないですか。ちょっとね、ちょっと頑張ったもんね。ということでね、今日も黒木先生どうぞよろしくお願いします。ダンスビートというリズムをやっていきたいと思います。ダンスビートってクワモンダンス好きですか。そうですね、クワモンもね、ダンス得意だからね。レベル1からいきたいなと思います。はい、お願いします。はい、これがレベル1です。レベル1、はい、どうですか先生。いや、練習してきたでしょ。あら知ってた。ちょっとだけはい、今度レベル2なんですけど、レベル2はですね、足が2倍になります。なんと2倍。はい、足が忙しくなります。先ほどはどっちタッチだったんですけど、どっちダッチどっちダッチっていうリズムになります。次はレベル3です。おー、レベル3ちょっと難しいですよ。あー、頑張らないとね。左足を上げて、このシンバルをオープンします。そうでしょ。ポイントがあります。ポイントは右足も左足も同じです。同じタイミングです。そう、そう、これでずっと維持しながら、
や、掴めてきてます、ちょっと。